バイキングオービターがエアロシェルクラットランダーを分離しているイメージズエアロシェルとは宇宙機が大気圏突入時に受ける熱と圧力から機体を保護し突入速度を減少させる熱シールドシェルのこと宇宙飛行時にデブリから機体を保護する役割を持つものもあるシェルの後方にはミッションに使用する機器の他にパラシュートやロケットエンジン計測機器といったの重要な部品を搭載している エアロシェルは惑星間宇宙ミッションの重要な構成要素であり、アポロ計画、バイキング計画、マーズパスファインダー、マーズエクスプロレーションローバー、マーズフェニックスといった数々のミッションに使用されている。マーズサイエンスラボラトリーにも使用された。ホワイトサンズミサイル実験場のミサイルパークに一般展示されている USAF のエアロシェルフライングソーサーナサの 惑星突入パラシュート計画のエアロシェルは、ボイジャー計画による火星着陸のためのパラシュート試験を目的に作成され、1966年試験を行った。希薄な火星大気を再現するために、パラシュート試験は地球の高度16万フィート以上の高度で行われる必要があった。まず、ロズウェルからバルーンによってエアロシェルを上昇させ、次にバルーンを 西のホワイトサンズミサイル実験場まで漂わせ、そこでエアロシェルを投下し、機体下のロケットエンジンがパラシュートを展開する予定の高度まで上昇させた。ボイジャー計画は後にキャンセルされ、数年後により、小規模なバイキング計画に置き換えられた。NASA は、ボイジャーのなお、火星のボイジャー計画とは、何の関係性もなかったボイジャー計画に再使用している。 ホワイトサンズミサイル実験場にはペップのエアロシェルが現在も一つ残されている。ありがとうございます。